環境都市工学科社会研究室です。毎日楽しく研究をしています。川が氾濫した時の浸水予測など災害時にも役立つ水に関する研究をしています。イエスものづくり、今回は長野高専の社会研究室を紹介します。社会研究室では水害のシミュレーションや長野市内の湿地の水質調査などを行っています。規模が大学よりも少し小さくなる分、それを逆手にとって、学科横断的であるとか研究室同士が共同をして仕事をするというふうなことができています。調査に使っている水位計はマイクロコンピューターをテーマとする他の学科の研究室と連携して作られたものです。酒井先生が水位を測りたいという希望があったので、マイコンを使って水位を測る、そういう研究テーマを今やっております。これは親父湿原で地下水位を測るための地下水位計です。マイコンで一番下のラズベリーパイを一定時間ごとに起動し、ラズベリーパイではこの距離センサーを使って水位を計測して、計測した結果を送信しています。社会研究室では海外での調査も行っています。カンボジアの下水と河川水を採取して分析するということをしてきました。近年のカンボジアでは急速な経済発展などによって環境負荷が増大していると考えられるため、どのような物質が河川水や下水に含まれているのかを調べるために現地の環境省の人と協力して分析を行いました。我々の分野で仕事にしているのは非常に身近なものなので、隣の町のこの川のとか長野市内にある湿地の再生活用といったことを自分が携わってできるんだというところに興味を持ってしてくれるっていうのが非常に嬉しいなというふうに思い